デシャット版6月13日アップデート情報公開よいしょ。やってまいりました。ということで、佐保でございます。どうも、カネです。デシャウェイのゴリさんです。いや、締めっぽいですね、6月に入ってきて、はい、本当にさ、あったまなんですけど、するんですけどやばいですね、今外ザーザーってますね、はいはい、ということでね、まあ、久しぶりのラグラブレイク、まあ、非常に楽しいですと。いや、いいですね、まあ、もう本当にね、うん、目の保養になりましたのでね、うん、もうイベントとしてやりがいありますからね。はい、いいですね。はい、というわけでですね、本日も最新情報をお伝えしていきたいと思います。次回6月13日、はい、アップデートはナラティブダンジョンが開催されます。ナラティブダンジョンですね。はい、そして今回も、新チャイルドモチーフのナラティブダンジョンってことで合ってますか。はい、そうですね。今回は以前開催された DCIC デスティニーチャイルドイラストコンテスト、はい、はい、で、受賞されたチャイルドをモチーフにしまして、ナラティブダンジョンを開催いたします。今回のナラティブダンジョンは、ロストドーナツです。あ、まあ、今出てますね。これ見たことあるチャイルドですね。これ見たことあるチャイルド、はいはいね、そうですね、これね、僕らもね、見てましたけど、はい、見に行きましたね、はい、やっぱインパクトありましたからね。これインパクトありましたね、うん、はい、まあ、その見た目のこうインパクトも、はい、うん、多分皆さん残ってると思いますけど、はいはい、このチャイルの名前、はい、マルル、マルル、マルルちゃんですね。なるほど、はい、なんかね、やっぱり食べ盛りなのかなっていう、すごい可愛さですよね。肉感がね、うん、ドーナツ転がってますしね。いいですね、すごいっすよ。今回はこのストーリー、はい、マルルを中心とした、はい、まあ、お話なんですけども、はい、詳しくは、ぜひプレイして見ていただきたいと思います。出ました、またですね、これ殿下の報道をまた伏せる、伏せたいな、はい、まあ、少しだけ情報公開すると、はいはい、マルルが持っているのはドーナツ、はい、うん、ドーナツ、はい、そしてタイトルはロストドーナツ。お、なるほど、なるほど。ドーナツ、ロスト、言うほどヒントじゃなかった言うほどヒントではない。ドーナツに何かあったあるかもね、ロストしたんでしょうねっていうね、はい。今回ナラティブダンジョンにはこのマルルのモチーフにしたの装備アイテムも出てくるので、強いですよね、はいはい、最近の、まあ、そういうのもちょっとお楽しみにプレイしていただけるといいかなと思います、はい。そして今回のブーストチャイルドですが、はい、今回そのマルルはもちろん、はい、マルルなんですけども、はい、DCIC 対象で、はい、実装済みのバンシー、バンシーですね、はい、そしてコスチューム部門で、星さんダビの登場となります。コスチューム部門ダビ、はい、はい、星さんのダビ、そうなんです、はい、一応紹介するんですけども、はい、星さんダビの新コスチュームがもう実装されるのを決定しますので、はい、それでブーストチャイルに星さんダビが入ってきます、はい、星さんダビの衣装が実装されて、はい、ブーストチャイルドが星さんのダビってことは、はい、コスチューム着用させないといけないと。ああ、いえ、全然そんなことはないですよ。星さんダビそのままでも全然ないです、はい、よかったです。そして、はい、いつも通りのコメントなんですが、グイグイ行きます、グイグイ行きますブーストチャイルドにマルルが対象ってことは、はい、マルル新チャイルドとして実装ということでよろしいでしょうか。その通りです。やった、はい、来ました。あそこはお約束として、はい、はい、まあ、そうですね、これおやすコントみたいなもんですねそうですね、はい。それではここからマルルについて紹介していくのですが、こちらね、すべての情報は開発環境のものでありますので、本番では変更がある可能性がございます。まあ、これもお約束です。はい、はい、それではこちらが新チャイルドのマルルになります。すごいっすね。すごいですよ、ね、瞬きの仕方がすごくセクシーあね、おまったのね、横っちょにドーナツがねあってね、より美味しそうというか、美味しそうでございます、まあ、なんというか、やばいです、やばいです、やばい、やばいでいいですよね。やばいですね、やばいです、えらいです。はい、そして、非属性の妨害型になっております。またなんかね、新しい文言があるんですけど、はい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 、バフ強奪ってのは一体何でしょうか。はい、バフ強奪は読んで字のごとく、はい、敵に付与されているバフを奪います。バフを奪いちゃうんですね、敵からバフを奪う。はい、そうなんですよ、うん、まあ、凶暴化とか、はい、一部奪えないバフもあるんですけども、うん、はい、基本的には敵の、バフを自分に、奪っちゃうと。お、はいはいはい、なるほど、まあ、これ変わった妨害型なんですね。そうですね、そしたら、敵を妨害した上で自分のものに取り込んでしまう、強化できちゃう、これは強いですね。一石二鳥感もあります ね、うん、ですね、はい、基本的にはね、そのバフを奪って、はい、その敵からバフ消えちゃうわけなんで、はいはいはい、それだけでもまあ、そうですね、便利ですよね、はい、そして今回このマルルは、はい、先ほども紹介しましたけども、
ナラティブダンジョンのブーストチャイルに、はい、なっておりますので、はい、まあ、ぜひ一度使ってみて、ぜひその効果を確かめてみてください。非常に楽しみでございます。楽しみですね。マルル入手しちゃえば、うん、ナラティブダンジョンもはがどると、はい、いうわけでございます。はい。はい、もう一つ新情報ありますよね。先ほどのダビのコスチュームの話が、そうです、あったんですけど、はい、ありますね。ありましたね。今回の DCIC コスチューム部門から、はい、新コスチュームとしてチアガールダビーが実装されるんです。それね、ですよね、はい、それですね。可愛いですよね。動いてますし、うん、すごいですね。これ可愛くないわけがないんですよ。ないんですよね。はい、でしかもなんかねフレッシュな感じなのに、そうなんですよ、ね、下着がね、チアガールだからこれ見せてもいいやつ。あ、そうそう、下着じゃないですから、なるほど、見せやつです。そう、見せ系めちゃめちゃ可愛いんですけど、はい、これ入手方法は一体何でしょうか。はい、こちらは、今回の、メンテナンスから開始されるデビルパス。デビルパス、はい、ということは、有料のアークデビルの方法ですかね、うんうん、いえいえ、おそこは大丈夫です、はい、今回は、アークデビルを開放してなくても、あ、なるほど、はい、最後とかですかね。ですね、ティア1、ティア1 一番最初ですね。あ、ポンすごい。というか何もしなくても、あ、そうですね、ロットもらっちゃう、ほぼログインみたいな、ログインボーナスね。なるほど、ティア1でもらえちゃうんです。すごいですね、もう誰でも入手できちゃうんですよ、はい、これはすごくよろしいです。ありがたいですね、それは。なのでぜひ星さんダビにですね、着せて、はい、そうですね、はい、はい、こちら のチアガールダビの応援を持って、うん、ぜひナラティブダンジョンをねサクサクっとこうブレッシーいただくのも素晴らしい応援ですね。はい、というわけで本日の先行情報内容は以上になります。やっぱね、最後に持ってきた、うんうん、星さんダビのコスチュームはもう誰でももらえちゃうのがすごいです。ただが楽しいですね。そうですね、結構魔王候補者の皆さんはこれ、はい、多分喜んでもらえるかなと思われるんですけども、めちゃ可愛いです。はい、ぜひ皆さん手に入れてください。はい、あとはマレルのナラティブダンジョンに期待が高まります、はい、そうですね、はい、あと今回のメンテナンスで、はい、まあ、一つキャンペーンとして情報なんですけども、はい、温泉の入浴完了時にもらえる温泉コインが、はい、なんと2倍になりました。2倍やった、2倍やった、いいですね。もしですね、温泉に、まだ入浴させてない、はい、人がいたら、まあ、一応入力させておいていただいてですね。そうですね、うん、もらうタイミングで倍になるってことですね。そうです、そうです、はいはい、なのでこちらもぜひ楽しみにしててください、はい、あらかじめ入れておくことをお勧めします。今から入れましょう、はい、それでは今回の特番は以上になります。皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。